はい、博多におりますけども、今回ですね、福岡の方で、ホームページの売り上げを確実に伸ばす YouTube 活用法ということで話をしてですね、今懇親会なんですけど、懇親会のメンバーがちょっと濃いんですが、ちょっとですね、今日の感想をですね、聞いてみたいと思います。はい、昨日についてですね、今日も佐賀さんと一緒にいます。YouTube 動画のですね、作り方を学びましてね、僕は毎朝ジョギングしてるんですけど、最近子猫をよくじゃらして遊ぶんですけどね、それも早速ね、今、iMovie で撮ってやってます。で、今日はまためちゃめちゃこう熱いメンバーが集まってまして、ちょっと今日からこれから話すのなんかすごい楽しみですね。まあ、そんなことで、グローバルブレインズ森でした。どうも。皆さんこんばんは、坂田さんに久しぶりにお会いいたしました。今日は夕方からちょっと捕まえていろんなお願い事もしました。今日はムービーの話で、私もウェーブショップを個人的に開こうと思ってますので、とてもいい勉強になりました。iMovie もぜひ挑戦したいと思います。皆さんもぜひまた坂田さんのセミナーに参加してください。よろしくお願いいたします。はい、どうもこんにちは。福岡の、過激化、インタークロス海野です。今日はですね、8人、坂田先生のですね、講義を受けさせていきまして、大変勉強になりました。投稿だけ私ね、もう500本ぐらい投稿してて、アクセスも多分200万アクセス以上も超えてるんですけど、まあそのうちの50万アクセスぐらいは、実は新助の DVD を流してる、説明をしてるやつが50万ぐらい超えてて、あとは盗撮と言われてる100円ショップのレジのやつを映してるやつが、これはまた何十万部ぐらいでして、まあだから他はあんまり大したことないんですけどね。ただ動画っていうのはものすごい可能性を感じています。で、今日佐賀先生が言った通りですね、もうとりあえずやると、もう下手でいい、失敗してもいいから、とりあえず投稿してみると、まあその恥をいかにこう恥をかく回数に比例して、まあ、上手くなると思うんで、もう皆さんも考えずにガンガン投稿しましょう。どうもありがとうございました。懇親会の方はスタート時刻が遅かったこともあって4人だったんですけども、セミナー自体はですね、約40名来ていただいて大入り満員ということで、ありがとうございました。セミナーの方もですね、非常に評価としてですね、ありがたいものをいただいております。非常にありがたいです。それ以上ですね、講師冥利に尽きるのは、チャレンジします、実践します、明日アップしますというですね、前向きな行動を書いていただいた、これがもう本当に嬉しいです。ぜひですね、実践なくして成果なし、ぜひ行動を起こしてください。ということで、また福岡にもやってきますので、よろしくお願いします。八円坂田でした。